皆さん、こんにちは。英語に興味持っている方は非常に多いと思いますが、なかなか喋れるようにならないというのは日本での問題なんですね。しかし、ご安心ください。この私が開発したバーチャル赤ちゃん英語脳っていうのを作ってですね、毎日必ずあなたもペラペラになる日が比較的早い時点で来ますので、安心してください。簡単にバーチャル赤ちゃん英語脳っていうのをご説明しますと、まず第一に、まず初めにご自分の頭の中にバーチャル、要するに仮想のですね、赤ちゃん英語脳をインストールするんです。で、その次に赤ちゃん英語脳に花子とか太郎とかね、ピーターとかメアリーとか名前を付けてあげるんです。そしてバーチャル赤ちゃん英語脳にハロー花子とかハロー太郎とかいう話しかけるんですよ、すぐに。そうすると、花子とか太郎もその返事を穴に返すんです。例えば、あなたはピーターであれば、ハロー花子。で、花子は、ハローピーター。ピーターは、Are you hungry? 花子。で、花子、Oh yes, I am. I'm so hungry, ピーター。って答えるのを、赤ちゃんが分かんなかったらそれを教えたい。その程度だって簡単で教えられますから。というようにして赤ちゃんに分かるようなことで対話を始めて、一日中対話を繰り返すんです。そうすれば赤ちゃん英語脳と口が連動して会話がスラスラ言えるようになってくるんです。詳しくは本を書いてもありますんで、英会話、一人英会話習得法っていう本を書いてあります。それを読んでいただければありがたいと思います。もしとりあえずこれの考え方簡単ですけど、よろしければ今から始めてください。どなたでも始めます。いつでも同じになります。朝から晩まで赤ちゃんと英語で話す。もう文法やなんかその中学程度でもう完璧に十分です。全然問題ないです。毎日続ければ、あなたでもと言っちゃ失礼ですが、あなたも英語がペラペラになるんです。本当かもしれま、なと思うかもしれませんが、すぐに、始めてください。私、いろんな生徒さんとお会いしましたけども、皆さんそのお話を聞いてすぐに開始して、なんと2週間ぐらいでベラベラになる人もいたし、1ヶ月で喋れるようになった人もいるし、目覚ましい進歩でした。で、この考え方は基本的に日本語脳とは別に、英語脳の別人格を自分の脳内に人為的に仮想の赤ちゃん英語脳としてインストールする。ご自分の頭の中にご自身の英語だけのグローバルな世界を作り上げて、常に赤ちゃんと英語で話しながら、あらゆる情報を赤ちゃんと共有しながら、赤ちゃんと一緒に英語だけの脳を日々成長させて、自己の英語脳として完成させていく方法なんです。すなわち日本語と英語のバイリンガルブレインですね。バイリンガルブレインを作って、必要に応じて日本語と英語を切り替えながら、日本語と英語の 日本語と英語の世界を作っていくんです。ご自分の脳の中に存在する赤ちゃん英語脳が常に相手をしますので、相手がいなくて喋る機会がないという理由は全くなくなり、ここにいますからね、時間制限もありません。もちろんお相手がいる場合、徹底的にその機会を活用して英語を磨くのは当然なんですけど、この方法は1年以内に英語をしゃべるようになる赤ちゃんの驚異的、本能的言語習得方法をもとに、聴者の私の直感的、経験的メディアをもとに考案した方法なんです。赤ちゃん英語脳は実際あなたの英語脳です。この方法であなたの英語脳に日に日に発展、英語脳はですね、日に日に発展、あなたのネイティブになってくるんです。これをお話した方は、すぐにやりますと言われて、即始めました。全く話せない状況だった生徒さんも、1ヶ月程度の短い間に、自分の頭で考えたことを、ご自分の口を通して、ある程度英語で話すようになりました。皆さん驚いてます。ぜひ、ぜひ今日、すぐにそれを始めていただけますか。絶対に面白くなってくると思うんですよね。で、まあ、一気に話しましたけども、要するに話し相手がいないっていうことが皆さんの問題なんですよ。話し相手がいないというんだったら作りゃいいんです
その作るっていうんですが、それを皆さん言われると思うんですが、方法がなかったんですよ。その方法は、要するに今お話しましたように、ここに赤ちゃん英語ノート作っちゃうんですよ。で、口で喋るんです、赤ちゃんと。できる限り喋るんです。はい、太郎、What do you want to eat breakfast? What are you going to do this today? I want to go to school and play basketball とかね。そういうのを少し教えてあげるんです、赤ちゃんに。で、教えるってことはまた自分も勉強することなんですよ。分かんなかったら辞書を引いたり文法を見たりすれば、そういう時に分かろうとしたことっていうのは頭に入ってくるんですよ。しかし、教科書を毎日毎日何ページ何ページでやってたら頭入ってこないんですよ。だから学校教育では、なんと6年やったり、中学校でね、大学でやったり、会社行ってやっても、それから塾行ったり、いろんな学校、英語学校行ったりしても、話せないんですよ。で、例えば、フィリピンの もうネイティブ的な人と、オンラインでやったとしても、質問もできなければ、言ってることが分かんない。最初のうちはね。だから、そうだったらば、自分で喋って、聞いて、答えて、聞いて、答えてって、やってることのプロセスで、頭と会話の練習していくんですよ。これは今までの日本人の英会話教育ではあんまりやってなかった。喋るってことを、ノート喋るって、これはやってなかったんですよ。ぜひですね、このノート喋って、毎日過ごしてください。自然に喋れるようになっちゃう方法です。これはね、アメリカ人の子供と同じです。喋って覚えていくんです。全然アメリカのネイティブだって、教科書を見て英会話を勉強してない。日本人が日本語を勉強するのと同じなんです。ここを間違っちゃいけないんです。で、これは独り言とは全然違う。独り言はこことここで喋るんですが、喋ることはあんまりやってないんですよね、それほど。そうじゃなくて、このやり方、赤ちゃんっていうのは喋らなきゃ始まらないんですよ。で、これはアメリカ人の子供たちが英語を覚えていくと同じやり方なんですよ。それを日本でやるんです。日本にいながらアメリカに行かなくたって英語は喋れるようになるんです。アメリカ行ったってね、結果的に英語を喋る機会なかなかないんですよ。文法とかね、そういうのを教わって、それでただ教室にいて帰ってきちゃうっていう、そういう人も多いんですよ。そうじゃなくて、どこに行かなくても、この赤ちゃんと朝から晩まで話そうとしてれば、世界中どこ行ってんのと同じなの、喋るだけと考えれば。それであとは実験したり試すんですね。それをやれば十分ですからね。皆さん、私の言ってることを分かっていただければ本当にありがたいです。私も60年間ぐらい英語やってきて、オンラインも1万4千人ぐらい教えたりして、いろんな人の話聞いてきましたけど、もうこの方法しかないと、そう思いました。ぜひこれを実践して英語を勉強してください。頑張ってください。必ず喋れるようになります。 See you again. See you again sometime by this YouTube.